はい、皆様こんばんは。仏教数学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、コミュニティ欄におきましてアンケートを行っておりますので、こちらもご協力よろしくお願いいたします。はい、今回の動画の検証はですね、こういう検証をしてみたいと思います。1995年にフランスで、カルト認定、まあ、フランスではこれセクト認定っていうんですけどね、された創価学会、まあ、フランスでは SGI フランスっていうんですけどね、はい、で日本でもカルト宗教取締法を制定して、日蓮召集と創価学会、そして検証会をカルト指定すべきであると、まあ、こういう検証をしてみたいと思います。で、1995年の12月に、まあ、当時、フランスでですね、創価学会、まあ、SGI フランスがですね、カルト指定されていたっていう事実はですね、この当時、そういうこと、日本ではほとんど知られていなかったんですよね。はい。もう誰も知らなかった と言っても過言じゃないと思うんですよ。はい。で、この2000年代に入りました。この2000年代の半ばぐらいから、そのインターネットとかですね、SNS 等々、まあ、当時はこうミクシーとかグリーとかってのがありましたけどね。まあ、あの辺からですね、こういう、そのフランスで、その創価学会がカルト認定されているという情報がですね、どん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 こう拡散してきたんですよね。はい。で、2008年の12月に、当時の民主党の石井はじめ副代表が、東京都内の講演で、このことに言及したんですよね。はい。で、それでもう一気にわっとこう広まっちゃったっていう感じがするんですけれども、この石井はじめ氏の言及について、この詳しくをですね、この矢野純也氏の著書であります、この黒い手帳に載ってます。はい。で、そこからちょっと拾ってみたいと思うんですよね。はい、ちょうどここのところ、フランスでカルト指定された創価学会と、ここのところに載ってるんですよ。はい。で、その辺のところ、まず、石井一氏の言及のところですね。はい。こんなことが書いてあります。2008年、平成20年、12月11日、都内の、まあ、東京都内のホテルで開かれた講演で、公明党の政教一致問題の急先鋒である、民主党の石井一、副代表が、公明党と支持団体である創価学会に関して、こんなこと言ったと。公明党なんて政党はない。創価学会だ。党の人事から予算まで、全部後ろのカルト集団の命令下でやっていると批判し、自民党は公明党の票で生き延びていると。創価学会が政権を振り回してきていると。文句を言うのは当たり前だと。こういうことを強調したと。これに敏感に反応したのが北川和夫公明党幹事長であると。同日の記者会見で、とんでもない発言だと。この石井はじめ、副代表の発言はとんでもない発言だと。公党に対する侮辱も甚だしい、謝罪と発言の撤回を求めたいと反発した上で、創価学会がフランスでカルト集団と認定されているというが、そのような事実は全くないと反論したと。はい。だが、北川幹事長は石井一氏の発言に対しては法的措置は取らないとしている。何かあれば、訴訟に持ち込む、その創価学会公明党が、面と向かってカルト集団だと批判を浴びて黙っているのは、石井氏の指摘が紛れもない事実であるからだと。フランスでは、創価学会の国際組織、創価学会インターナショナル傘下の SGI フランスがカルト指定を受けていたということでございますね。はい。で、このフランスの会員でですね、そのカルトを定義する報告書、フランスにおけるセクトがまとめられたと。
はい、でこのセフトっていう言葉がその、まあ、フランス語でそのカルトっていう意味だそうでございます。で、この報告書が1995年12月、フランスの会議で採択されて、報告書を取りまとめたジャック・ギアール議員の名前を取って、ギアール報告書と呼ばれたということでございますね。はい。で、このギアール報告書の中で、その SGI フランスがカルト認定されたということでございます。で、どういうのがそのカルトなのかと、カルト宗教なのかという、その10個の条件を、まあ、示しているということなんですよね。はい。で、1から10まであります。精神の不安定化、法外な金銭要求、以前の生活からの隔絶、肉体的な損傷、子供を勧誘して教化する、反社会的な教えをやってると、あるいは公共の秩序の攪乱、多くの裁判沙汰、そして通常の経済活動から逸脱した財源確保を行うと、あるいは公権力への浸透を企てると、まあ、こういういろんなその要件があって、一つでも当てはまっていたらカルト認定されちゃうと、まあ、こういうことなんですよね。はい。で、なんかこう言われてると、なんかちょっと分かりにくいような感じなんですけどね。まあ、一番の精神の不安定化と、どういうのが精神の不安定かっていうと分かんないと思うんですけども、まあ、平たく、まあ、今、日本のそのカルト問題の、そう、問題上がっている団体のところで言うと、例えば、そのうちの団体を辞めると、大抵だから、バチが当たるとかですね、あるいは無間地獄に落ちるとか言って、そのバチ論とかね、無間地獄の話をっかりこう言う、まあ、こう言われると、やっぱり精神的に不安定になりますよね。はい。やっぱりそういうことがあるわけですよ。はい。2番目の法外な金銭要求って、まあ、これはまあまあ分かりやすいんじゃないですかね。まあ、不正とか供養とか財務などなどのこの金集め、法外な要求、まあ、100万円出せとかですね。なんか本人のなんか了解を取って、なんか一筆書かせてるとかなんとかって、そんなもんね、やらせなんですよ、はっきり言って。はい。まあ、この法外な金銭要求をしているというのが、まあ、2番目ですね。それから以前の生活環境からの隔絶っていうと、これなんか分かりにくいですけどね。例えばですね、その入信した人が、例えばその両親とか兄弟とかを、まあ、その勧誘しますよね、釈迦して。そうすると入信しないと。いや、そんな、やだ、俺は払わないよというふうになると、その親族と、じゃ縁を切れというふうにこう、要求するわけですよね。はい。で、それが要するに、まあ、これに該当すると思われるわけですよ。はい。で、4番目は肉体的な損傷っていう、まあ、これはまあ暴力的な ことが、まあ、一つあると思いますよね。はい。で、5番目の、この子供を勧誘して教化するって、要するにこれ、子供に例えば釈迦仏をやらせている、小学生に釈迦仏やれなんて言ってますよね、日蓮召集とか。検証会もそういうことをやってます。そういうのはこれにまあ該当すると思いますね。はい。それから反社会的な教え。で、まあ反社会的な教えってのはいろいろあると思うんですけども、例えば殉教を教えているとかね、まあ創価学会とかもみんな言ってますよね。あるいは終末思想ですね。はい。うちの宗教に入らないと、総罰になるとか。もう何年にそのなんか大地震が起こってみんな滅亡しちゃうぞとかね、まあそんなような終末思想ですね。それから原理主義、もうその宗祖の教えをもう一遍でもそのなんか曲げちゃいけないとか、原理主義で、まあこういうのはまあ反社会的な教えに該当するということですね。それから公共の秩序の攪乱、まあこれもういろんな、まあ、事件とか起こしてますよね。はい。まあこれなんかが該当すると思いますよね。はい。それから多くの裁判沙汰、もう裁判をもういっぱいやってるっていう、まあこの中にまあやっぱりそのスラップ訴訟とかってのはやっぱりありますよね。はい。で、まあ宗教法人同士の喧嘩、まあ前昔日蓮召集と創価学会がやってましたよね。はい。まああんなようなのが該当すると。
いうわけですね。はい、それから通常の経済活動から逸脱した財源確保を行うと。例えば機関士をもうなんかたくさん一人の人が5部とか10部とか取れとかね多分数購読を押し付けるとか、あるいはノルマを強要してなんかこうなんか買わせるとかね、まあそういうようなものがこれに該当すると思われますね。それから公権力への浸透を企てる。まあこれはもうやってますよね。もう天下取り思想とかね、大仏明王論とかね、あるいは相対革命とかっていうのはありますよね。まあだからこういうのが該当するということでございます。はい、そしてですね、その1995年12月のギアール報告書に続きましてですね、フランスでは2001年の6月に反セクト法というのが制定されたわけです。はい、でこの反セクト法でこれは セクトだと、カルト宗教だって認定されると、その、まあ、その法人、まあ、宗教法人ですけども、いろいろ罰則が課せられる、罰則が制定されたわけですよ。はい、でどういう罰則があるかというと、大体9項目あるわけなんですよね。はい、でどういうのかというと、まず法人の解散、まあ、これはとてもよっぽどこのひどい団体がもう法人の解散になるわけですよね。はい、で2番目が一定期間の活動の禁止ですよね。はい、だからまあ布教活動とかも一切こう禁止ということになるわけです。はい、それから司法監視下に置くと。はい、だからこれはもう監督官庁があって、その監督官庁下の指導下に入れられちゃうと。で保護観察処分みたいなことになっちゃうわけですよね。だからもう当然その通り、その指導通りやってるかどうかっていうのを見る立ち入り検査も当然行われるということでございます。それから事業所の閉鎖、事業所っていうとなんか分かりにくいですけれども、まあ、要するにその寺院とか会館とか教会とかそういったものが、まあ、全部とか一部とかは閉鎖になっちゃうと、まあ、そんなようなことがあるわけですね。それから契約から排除すると。契約ってのは何かっていうとですね、動産、まあ、車とかね動産、不動産、土地とか建物、あるいは金融の契約、あるいは銀行通り、全ての契約から排除されちゃうというのがあるわけですね。それから6番目がですね、資金募集の禁止。まあこれも端的ですね、もう金集めを禁止しちゃうということでございますね。はい、続きまして7番目がですね、小切手の振り出し禁止およびキャッシュカードの使用禁止キャッシュカード使用禁止になっちゃう、はい、だからまあもう事実上全ての金融取引、経済取引はもう禁止されちゃうわけですよね。もうなんか最近ペイなんていうかライペイとかってあれも禁止になっちゃうんでしょうね、あれAU ペイとかありますよね。はいはい、それから8番目はですね、犯罪に関連したもの、あるいは犯罪から生じたものの没収ですね。はい、だから何もね、その刑法とかそういうんじゃなくて、例えば違法な金集め、あるいは違法な勧誘で入信しちゃったとかね、そういうのは全部取り消しになってもうなっちゃうわけですよね。はい、まあそういうのも含まれる。それからまあ判決が掲示される、あるいは告知される。で強制解散から5年間は司法監視されると、まあこういう内容になったわけですよね。まあこれかなり厳しいですよね。はい、だからもう反セクト法というのがもうそのリアル報告書の6年後にまあこういうのができたということでございます。はい、それでですね、まあ仏教神話研究会の公式チャンネルのコミュニティ欄ではですね、そのアンケート調査をやってるんですね。はい、でどういう調査かっていうと、日蓮宗宗をカルト宗教に指定することに賛成ですか反対ですか、創価学会をカルト宗教に指定することに賛成ですか反対ですか、検証会をカルト宗教に指定することに賛成ですか反対ですかということで、ね、まあこれもう皆様にそのご意見をお聞きしてるわけですね。はい、でもアンケートを
の数字を取らせていただいているんですけれども、まずこの日蓮宗主をカルト宗教に指定することに賛成ですか反対ですかという問いに対してのアンケートは、まあ、今日現在、で賛成が 69%、 反対が 22%、 でどちらとも言えないのが 9% でございます。はい、同じく今日現在で、創価学会をカルト宗教に指定することに賛成ですか反対ですかの問いに対して、賛成が 77%、 反対が 15%、 どちらとも言えないが 8% という結果になっております。同じく今日現在で、検証会をカルト宗教に指定することに賛成ですか反対ですかということで、これまた賛成が 92%、 反対が 2%、どちらとも言えないが 6% ということで、この3つともですね、もう賛成が圧倒的多数なんですよ。はい。で、まあ、日蓮宗で、まあ、賛成が 69% でしょ。創価学会の賛成が 77%、検証会の賛成が 92%、どんどん数字が高くなってるんですよ。はい。だからもう、圧倒的多数でもう、このカルト宗教指定に賛成だと。いうご意見なんですよね。はい。まあ、これは今日現在の数字でございます。はい。まだその、数としてはね、まだ、まあ、少ないんで、まあ、これからもですね、これ皆様のご協力をいただいてですね、アンケートをですね、続けてまいりたいというふうに、考えておる次第でございます。はい。だからもうこういうふうにですね、これがもしね、世論調査、もう国民全体で、その、日蓮宗主をカルト宗教に指定することに 69% が賛成とかね、創価学会をカルト宗教に指定することに 77% が賛成とか、検証会を、その、カルト宗教に指定することに賛成 92%、国民全体がそういうふうになったらですね、これはもうね、カルト宗教に指定しろという話になるんですが、しかしね、その、仮にカルト宗教取締法が制定されたとしても、じゃあどうやってそのカルト指定するのかっていう一つのポイントがあるんですよ。で、今までのやり方ですとね、例えばなんとか審議会とか、なんとか公安調査会とか、まあ、そういうなんか機関があって、そこでなんか審議してですね、そこで決定しましょうと。いうことになるわけですけれども、これだとね、もうなんていうかもう、まずね、まあ、国会議員とかね、まあ、いろんな圧力団体、まあ、当然、まあ、こういう日蓮宗主とか創価学会とか、検証会は反対するんでしょうから、まあ、いろんなところから、まあ、圧力がかかる可能性が高いわけですよね。で、圧力で、その決定がねじ曲げられちゃう、そういうことがもう十分考えられるわけですよ。はい。だから、まあ、国民全体で、その、圧倒的にね、その、カルト指定がすることに賛成だっていうことで、それで審議会とか、なんとか公安調査会で審議したら、その、カルト指定ができないってなったら、これは大変なことですよ。はい。だから、これどうやって決めるかっていうふうになったら、やはりね、これ、国民投票で決めると。というふうにすれば、これ、やはりその国民の意思が すなわち反映されるんじゃないかと私は思うんですよ。はい。で、国民投票だったら、もう国民の意思で決めるんだから、もう文句言えないと思うんですよね。はい。だから、私はこういうことで、もう国民レベルでこうやって、このカルト指定が圧倒的多数だっていうふうになったらですね、やはりこの国民投票でもうカルト指定しちゃうということがいいんじゃないかなと思いまして、まあ今回こういう検証を通じまして、提言をさせていただきたいというふうに申し上げてございます。はい。ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただけたら幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。